おお、来た来た来た。ようやくまともなサイズ来ましたね。本当に。のピュアドリフト、そちらのまあロングバージョンになります。前作のピュアドリフトはまあ6メーター50、7メーターの竿でしたけれども、こちらは8メーター、8メーター50の長竿になってます。まあ竿が長いんで、より遠くのポイントを探れるというところですね。あとまあ今回非常にこだわったのがその竿の操作性の部分です。まあ8メーターという長い竿なんですけれども、7メーター、6.5 メータークラスの竿と同じように扱える。かつ1日使って疲れない、まあ、そういった竿を目指して作りました。渓流域以上、まあ、本流未満の、まあ、開けた里川とか、あとはこういった、広い本流ですね、こちらの方で使っていただけるような竿になってます。まあ、私普段はどちらかというと、まあ、開けた渓流域に行って、まあ、ピュアドリフトのような6メーター50ぐらいの竿で風釣りを楽しむことが多いんですけども、たまにこういった、まあ、広い本流に来て、大きい魚釣りたい時なんか、まあ、こういった竿がないかなと思ってたんですけども、このロングドリフト、まあ、私こういった広い本流に来ても、まあ、0.1 号から 0.3 号の、まあ、比較的細いと使うことが多いんですけども、まあ、そういった細い糸で大きな魚を取りたい時ですね、そういった時にこの竿を大変、重宝してます。この竿の特徴として、まあ、小さい魚でも大きい魚でも、まあ、一匹一匹を楽しんで釣るという、コンセプトがあります。本流でもまあ、こういった本流に来ると魚も当然大きくなって、まあ、パワーもありますし、どちらかというと、まあ、太い糸を張りたくなるんですけども、そんな状況においても、まあ、私の場合は細い糸を使ってその大きな魚をできるだけこう楽しんで釣りたい、まあ、やっぱ操作性が非常にいいんで、まあ、こういった速い流れと、まあ、仕掛け修正しながら流さないといけないんですけども、そういった修正かける際でも自分の思った通りに竿動いてくれますんで、非常に楽に釣ることができます。なんで、まあ、今みたいに一投でこういった個体が必ず出て、じゃあリリースします。よし、よし、じゃあサイズアップでいきましょう。今回使った私の竿、ライトスペックです。まず見てください、この細身、そして軽さね、あの操作性をとても重視しています。あの誰でも本流域でもうピンポイントをどん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 狙えます。その今言ったピンポイントを狙う、私大きな重りつけますよね。 B2B3B、 時には2つ3つつけます。その時に穂先1番2番3番にかけて、これが負けてるようだとポイントをあそこに入れたいよ、そんな時に重りが後からついてくる、竿穂先が負けてしまう。そうするとピンポイントが入らない。でもこれは違うんです。ちゃんとしてますから、ちゃんとしてるからピンポイントにまず入る。振り終わった後の止まり、前のタイプよりも止まりが早い、なんぞやとなった時にはこのスパイラル X、 今回入ってるんですね。そのスパイラル X、 そしてパラボラチューンの相乗効果で魚のやり取りも相手を抑えられる、早く抑えられる、だからバラシが少ない、そんな竿に仕上がってます。皆さんね、あのベテランの方から初心者の方まで誰でも使いやすい竿になってます。前回のよりもさらに磨きがかかった部分として、もうブレのなさ、そしてシャンとしていてバランスが整ってる、これは持っていただければもう一目瞭然です。振っていただければもう穂先にかけての抜け感、これも抜群です。ぜひとも皆さんこの1本を持って本流に出かけてください。今回このパワーもすごいんです。なぜなら大物を取るための竿に仕上がってるんです、きちっと。でも細いラインまで使えると、全体がしなやかに曲がることによってライン切れも本当に抑えてくれます。ですからパワーがあってラインも細くできて、そして操作性がいい、そんな竿に仕上がってます。